こんにちは、ちちりです。というわけで、あのね、サプライズプレゼントでなんか友人がその制作屋さんに頼んでくれて、うちのオリジナルの焚き火台を作ってくれたらしいんですよ。オリジナルで焚き火台を作ってくれたんですよで、ちょっとご紹介したいと思うんですけども、あのこれ匠製作所っていうとこなんですけどね、オーダーしたら何でも作ってくれるみたいですよ素晴らしいものができてきましたけどね、全然知らんくて、でいきなり送られてきて何かなと思ったら、こういうのを制作されてるんですけども、素晴らしい、出来がものすごくいいちょっと組み立てていこうとは思いますけど、でなんかステッカーもらったんで、あのマグネットにくっつけてみました。これで車にペッタンペッタンいつでも貼れて剥がせますからね。よし、こんな感じです。可愛いじゃないですかね。シェラカップは基本ですと一緒にこう貼りたいんですけどね、こう可愛いじゃないですか。こうシェラカップは基本ですのこの下ぐらいにこう貼りたいんですけどね、これも全部マグネットにしましたから、車にペッタンペッタン貼っていつでも剥がせれるっていう、いいでしょう。可愛い、めっちゃ可愛い。うちのロゴより全然可愛いいいじゃないですか。宮崎県みたいですけどね、こんな感じでございます。さあ、そしたら組み立てていきましょうか。結構なんか複雑なんですよいっぱいパーツがあって、最初何がないかわからんかったんですけど、よいしょ、面白いっすよこれ。めちゃめちゃ楽しいこれがすごいんですよ。オリジナルケースもいいんですけど、ほら、これ見えにくいか、ほら、あよ、チチリーズファクトリー、こんなん作れます？私クラフトやりますけどね、さすがに鉄はね加工できないんで、ウッドはやりますけどね。すごいですねこれ、めちゃめちゃかっこいいです。めっちゃ重たいですけど、鉄なんでね。いやこれ使うのもったいないよね。それではね、組み立てていきます。はい、それではね、組み立てていきたいと思います。いっぱいあってね、よくわからないんですけども、匠製作所さんのその、YouTube のページがあって、でそこで組み立て動画載ってましたので、それを見ながら、やりました。ではやっていきたいと思います。こういう支柱がね4本あるんですよ。こういうのここに穴が開いてて、ここに穴が開いてるやつ、こういうの4つあって、で内これが内、こっちが外で、で長いこういうのが1つ2つ、これが2つあって、短い方が2つあるのね。これで組んでいけるから、で、まあ、長い方入れ、長い方でも短い方でもいいけど、こう入れるのね。わ、見えへんな、これじゃ。これでいいか。で、入れて、で、こっち側も入れる。よくできてると思うよ、これ。これ、お互いを押してるから、あの、ストッパーがかかって、こう、あの、外れなくなるのね。すごいよ。いいわ、これ。よう、こんなもん作ってくれはりましたね、本当に。いやもうこんなん一生持つでで短い方入れたでしょ、で次は長い方向こうね、で向こうにめっちゃ簡単やし組み立てるの、でこうでしょ、でこっち側に短い方をこうですね、これでもう大体できたと一緒。あとは下ハスカに入れるだけなんですけども、なかなかしっかりしてて、どっかに力がかかるとどっかが押されるので、バレることはないのね。素晴らしい。次はね、こういうのがあるのね。こういう缶が、こうクロスになるところ。で、こういうのが4つあるから、よいしょ。でこういうのが4つあるので、これを刺していきます。
で、ここ4本入れたので、で、これをこう刺す。こういう。で、これね。で、こっちを入れて、最後硬い。よし。こんな感じ。ほら。どう？めっちゃ安定するっしょ。めっちゃしっかりしてるもんね。たかだか入れただけやのに。素晴らしい。これで、まあ、こうやって置けるんですけども、こういうふうにね。ここに網が抜けてる。網があるので、これで焚き火台、薪が置ける。よいしょ。よし。ほら、いいでしょう。こんな感じ、どうですか。で、これがここに乗っかるから、これで料理ができる。焚き火台。ああ、ごめん。で、これじゃあ、まあ、料理するのはこれでいいかもしれないけど、日に近いから、遠ざけるためのパーツがあるのね。で、こういうのがあるわけ。で、ここ穴開いてるので、ここ刺して、ここ二股になってるから、ちょうどここに、二股がこう、来るようになってるのね。で、これも。こんな感じで。で、こっち側にも刺すと。そうすると、こんな感じ。刺す。よいしょ。どう？ほら、めっちゃ一緒。これで、よいしょ。ちょっと上げようか。これで、だいぶ高くなる。火の調節が可能っていう。すごいね。素晴らしいと思う。で、こういう棒が、ちょっと遠ざけるね。こういう棒もついてるので、いろいろこう刺して、ランタン置いたり、なんかかけたりできるわけ。で、こういうのもついてるから、こう置いたら、なんか逆やね。こう置いたら、ここになんか、いろいろかけれる、トングとかね。よくできてると思うよ、これ。すごい、至れり尽くせりな。よいしょ。至れり尽くせりな。どうすか、これ。よくできてると思いませんか。素晴らしい。いろいろかけるとこもついてて。全部アイアン家具職人。すごいね。素晴らしい。なので、ここがこう入ってるわけね。で、こうなって、こんな感じでかけるとこがついてるのね。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。ようこんなん作ってくれはりましたね、ほんまに。嬉しいなぁ。すごい。こんなん鉄で作れる？はい、以上でございます。では、お疲れ様でした。ありがとうございました。